ここもミスマッチになってますね。イカルガ対熊谷、イカルガが行きました。やってきて多分やられてることなので、はい、まあ、その対応をしっかりできていると思いますね。体を使うところは使いますし、あとは任せるところは任すというように、プレッシャーをボールマンに対してプレッシャーをかけることによって、あのディフェンス、選手のディフェンス良くなってますよね。遠藤のフェードウェイ決まりました。うまかったですね。信州は三井とヤンジェミンが入りました。いいですね、入っていったこのスピード。ただブロックショットすごかったですね。すごかったですね。ヒーラー入ってます。ディフェンスを寄せて外に出す、その選択してますよね。スコットへゴールした。バスカットカウントです。中で待ってたヒーラー、いいブロックですね。ホーキンソンのブロック、しかし決めました。フォトゥ、そしてフィーラーです。竹内、竹内も日本代表選手。宇都宮、前田です。信州切り込んでいきます。手を伸ばしたフィーラー、いいブロックですね。奪った宇都宮、前田スイッチさせたいんですよね、これね。スイッチの竹内、この後ですね。竹内、あった、奪われました。テーブス、フィーラーに対してマケンリー、スコット、フィーラーの3決めました。来ましたね。チェイスフィーラーです。スリーポイント、2本目ですね。連続です。田臥が準備してます。連続で入れられたりですとか、逆にオフェンスリバウンド取られたりですとか、まだ修正する余地はあるかなというふうに思いますね。はい、昨日のゲーム1前の解説見立てでもです。スコット対秋野の厳しい攻防がありましたが、そこは決めていきました。フィーラーシュート入ってますね。12点です。北川の前に岡田ですね。ここファイトしてますね。スコット対秋野、そしてフィーラー飛ばして決めた。フィーラーがフィニッシュでした。これで32対32。フォトゥ、そしてイカルが、渡辺のスリー、高い軌道でした。来ましたね。決まりました。譲りません、宇都宮。いい、後半に入ってまだ得点のない両チームなんですが、比江島が決めました。やはり昨日からそうですけど、こうミスマッチですね。ミスマッチです。比江島と熊谷です。イカルがスリーです。決めました。遠藤選手ですね。あ、失礼しました、遠藤です。まあ、あの体型はよく似ている選手ですね。あの2人とも本当にすごい体強いので、はい、米田豊のパスが比江島、決めた。こうなってくると、先ほど信州がタイムアウトを取った意味が全くなくなってくるんですよね。10得点に乗せてきました、今日も比江島。あーと、ミスが出ました。イカルが決めた。タイムアウトからの得点です。このここぞという時のこの一気に畳みかける集中力っていうのは、宇都宮すごいですね。なるほど、用心してかからないと信州一気に来れますよね。そうですね、もうすでに13点差ついてますからね。決めた。フィールドゴールです。今度は昨日3クォーターは信州長い時間をかけて築き上げてきたチーム、それが宇都宮だというふうに話していました。今日当たってフィーラー、素晴らしいですね。中も外もいいですね。いいですね。これでもう20点つきましたからね。はい、遠藤です。比江島入ってきて、うまいですね。ブロックもものともしませんでした。今のもう遠藤、前田に対して比江島、難しいですね。あ、奪われた。奪った宇都宮、早い攻撃、前島、そしてスコット。熊谷のシュート以来ということになりますので、そうですね、本当に久しぶりの得点でした。止まらないですね。止まらないですね。テーブスが引き続きいこうと思います。北川です。北川のミドル、
決まりました。北川今日初得点です。岡田から熊谷のパスというのを止めて宇都宮です。スコットを左手でいいですね、決めていきました。今日19点、熊谷が追いかけます。そしてフィラー3です。いいですね、決めました。今日5分の5ですか。難なく決めました。今日3ポイント5本目じゃないですかね。あ、よくないですね。伊藤も簡単に決めてしまいました。集中力切れてますね。完全にこのベンチの盛り上がり、この迎え方を見ても違いが分かりますよね。ね、明暗はっきり分かれてますね。もう簡単な動き、簡単なプレーですけどね、はい、もうこれでやられてしまう実績があれば、はい、しっかりと結果出してくれると思うので、はい、まあ、今後ねもう少しあのコンディションが整ってくると、もう少し彼らしいプレーが見れるかなと思います。テーブスのミドル決まりました。20点差です。ホーキンソン15得点今日です。来たダンク、ワンハンドダンク、フィーラーです。素晴らしいですね。まあ、前田選手もよく頑張りましたけどね、なかなか最後取れなかったですね。これで宇都宮のここホワイトリングでのこの節連勝ということになります。強さを見せた宇都宮ブレックス、連勝をまた一つ伸ばし、これで6連勝ということになりました。勝負どころをこうしっかりと掴んで離さない宇都宮。ご覧のように3クォーターのビッグクォーター29得点、そして信州を6点に抑えたこのクォーターが勝敗を分けました。役者が揃ったこの宇都宮。